さあ今回も無双スターズやっていきたいと思います。ちょっとですね、前回一旦撮るのやめて、音量確認したところに、ちょ効果音がうるさかったのでちょっと下げましたね。まあ、これでいこうかな。で今回はウィリアムをね、仲間に前回したので、使って美しき王女を進めていこうかなと思いますね。で推奨レベル5なんで、まあ余裕ですよね。そうだな。さあ一番小さい子ですね。とにかく世間知らずで子供だが優しいと。そうだね、完全に、そう、王位を継ぐような子じゃないですね。ごめんなさい、読み方忘れましたね。もしかしたら誰かに丸め込まれているのかもしれないなと。それか何か妙なことを思い込んでいるか。まあいずれにせよ王になろうというのなら容赦はしない。全力で叩きのめして繊維を削いでやると。いやいや、それはね、なかなかに怖いですね。もう敵対するなら容赦しない感じですよね。で、なんかやっぱリオとかオプーナとか持ってるやつこう出てくるんだね、味方として。何人まで出るんだろう、これ。増え続けたら増えた分だけ出るのかな。ならこのカードの多さっていうのは、仲間の多さは重要ですね。こうやって戦場出てくるのであれば。しまったな、もうちょっと仲間増やすっていうのもありでしたね。まあこれ終わったら増やしましょう。で、ウィリアムです。いや、いいですね、剣。ウィリアム2をやってないんで僕知らないんだけど、こういう感じなのかな、構えて。さて結構ね、苦戦してますね。倒しきれない。よし、上がりました。人間相手に戦うのはまだ慣れないな。前線部隊3人乗り。化け物とずっと戦ってきたのか。それは大変だったろ。そうだね。でも大切な人を守るためだったから。そうか。よし、2人目。あと1人か。ちょっと遠いけどあっち側行ってこよう。オプーナやられんなよ。周宗ですね。俺は周宗ってんだ。一つ勝負といくかい。何使おうかな。これ行こう。からのこれ行こう。じゃんけんパー。で防御力上げましょう。いってえな。私以外がとどめさせたらどうなんだろう、これ。刺せるのかな。ちょっとやってみて。倒せるかな。あ、倒せない。追いかけても無駄だぜ。じゃなー。ノーアーフェイス。とりあえず倒しましたね。総崩れになってしまいます。再び前線の守りを固めましょう。敵の目は前線に向いてるみたいだね。このスキル吸収しちゃおう。よし、王家をしましょう。これさ、これ無敵だよな、多分。離れよ。戦局を打開しよう。なんかないかな。ありがとうございます。ロックインパクト使ってみよう。どうかお気をつけて。あ、遠すぎた。わーすごいです。え、7レベル。何、急にそんな強いの出てくるの。歌方の者の夫、桜花が相手だ。奇襲だもんな。冗談だろう、このままじゃ。ちょっと待てよ。あれだけ。あ、強くなってる、強くなってる。やっぱ、まとうんだな、これで。もうないぞ。あ、まだある、まだある。まとっての攻撃が多いか。倒しておきたいな、せめて。よし、この雪辱
いずれ果たす。 Not bad, huh? 強いんだね。奇襲なんだけど、いなしながら、じゃあとりあえず200体撃破と拠点制圧やるか。腕は確かだ。これめっちゃ強いんだけど。防御力上げときましょう。これ倒すのは無理だな、さすがに。全員やられてるわけじゃない。待って待って待って、すぐ来ちゃうなあいつら。インパクトいけ。あのレベル7いっぱい配置されてるぞ。こっちもレベル7とかにしないと分が悪すぎるよね。しかもめっちゃ追ってくるもんね。あ、また来た。4レベルでもまだきついよな。バキュームフロムで引き寄せて、ここに奥義を打ちましょう。ちょっと遅すぎたな。終わってからの分やりましたが、レベル7押せましたね。なんとか。実にお見事です。まだいるんですけど、まあ、レベル5なんでまだ入りますね。 2,3 までなら結構入るけど、3以上の3だと本当にきついですね。まず拠点を取りましょうか。奇襲もあるんだけど、ここ取りまして、ウィリアム結構使いやすいキャラですね。あなたはなぜそこまで戦うの？よし、じゃあね、ソフィーがいるから倒しに行きましょうか。出た、レベル7。よし、同レベルだ、いけるだろう。俺に勝てると思ってんのか？笑わせるぜ。さっきまでなら勝てなかったが、今なら勝てるぞ。当たらなかった。最強技がレベル2は引っ込んでろ。よし、うまくいったな。奥義使うのは本当にやめてほしい。やられちゃったよ。ノーフェリックス。くらえ。今こそ。いいんだけどね。敵陣を切り裂く。ここ、あ、横にもがいてないだけ取れそうだな。敵の奇襲だ。戻りましょう。これは何？獲得金額にボーナスがつく。ああ、欲しいね、そういうのは。オプーナ苦戦してますよ。これ先に取ってから戻ろうかな。拠点ボス、行くぞ。おお、実に見事な戦ぶり。こんな犬だっけ、味方の隊長って。さて、あそこに超運、あー、8レベル8ですね。ちょっと隊長強いな。ロックインパクト打ちましょうか。誰を倒すの？
これなら当たるだろう。あ、いいね。あ、石やってからってことが強いですね。一撃で倒しましたよ。超か、いたね。いたなんだなんだ。いや、そんなことは分かってる。あれ？じゃあなんで刹那さん、玉木と戦うんだろう。玉木だね、そういえば呼び方。我が闘志まだ消えてはいない。いずれまた勝負だ。ナンバー上出来だね。 I never imagined I'd be a dynasty warrior。 本当にレベルこれ10とかあるのか。もうだな。結構硬いですね。刹那さん、とても玉木って子を憎んでるようには見えない。ムーニア。でも役人だとしたらなぜ戦うんだ。マナカ、彼は何かを隠している。隠してる部分気になるね。まあ、全員なんかあるんでしょうね。でも言うてもね、王位継承を狙うその3人何かあるでしょうね。いくよー。当たってないね。ひょっとしてピンチ？リオちゃんもピンチか。なんでそんな方にいるんだろうな。バカな、押されているだと。奇襲って書いてあるからこっちから回るんだよね。あの奥の拠点をどうやって取ったんだろう。いつの間に。さあ、ここにも敵が大群で用意をしてんな。ね、コンボ決めるとね、味方もコンボ発してくれるんでね、その辺でうまくいけるんだよね。さあ、今回まだフェイバー使ってないからこの辺で使っちゃおうかな。さあ、1個分もったいないな、消えちゃってますね。ウィリアム結構むずくないかな。いいぞ、いやいや、え、どうやって倒せばいいんだこれ。拠点ボス、拠点ボス。逃げてくるんだけど。あ、倒した。わ、線は行きたいな、これ使う以上。あー、行ってないな。つか奥浦本当に死にかけですね。そういえばあれってさ、戦闘中にレベル上がるんですかね。奥浦とか見た感じ上がってないから上がらないのかな。多分レベル7のやつ戦ってるから苦戦してるとかなんだと思うんだけど。聞いた、ごめんなさい。バカな、押されているだと。まあ、これ使っとくか。拠点ボス、あ、倒した。出てきたぞって落としたら倒しちゃったね。あれはほのかかそうだね、ほのかの技なのかな。ほのかのなんか衝撃波っぽかったから、ちょっとやってみるか、見てみよう。あ、これだな、これで倒したね。強っ。クリアインパクト、いけ、アーナス倒した。何が起きてる、何が起きてる、生きてるの？あ、生きてる。次行っちゃおうかな。ここで奇襲って合ってんのかな。なんか気のせいじゃなければ本陣攻撃されてない？本陣ってどこだ？
大丈夫かな。左上の拠点攻撃されてるけど明らかに。あれ、なぜ本陣に敵が。ここに来るまでに長雲様と遭遇しているはず。長雲様が敗れたということでしょうか。いや、寝返ったんだ実は。よし、うまくいったみたいだ。一気に逃走。あなたの右目。玉木、この戦はもう勝てねえ。とっとと引き上げるぜ。来た。わかりました。全軍撤退を始めてください。あ、落ちたね。玉木はこっちから逃げてくるっぽいぞ。サブミッション。時継ぐの撃破か。玉木。まず力やろう。じゃあ、痛い。行くぞ。傷つける相手が間違ってるぜ。家族なら玉木を守ってやるよ。他人に何が分かるっていいんだ。それは指揮に行ってほしいね。でも玉木って子は本当に優しいんだ。倒しちゃうよ。仲間にもすごく愛されてるみたいだ。刹那兄様。オッケー倒した。もうやめましょう。私が王にならなければ世界は。何、その王にならないとっての気になるね。お前と話し合うつもりはない。そんなに王になりたいなら俺を倒してみろ。刹那、人の話聞かなそうだな。お兄様、どうぞ一息に。 やめろ。行け玉木。お、これに懲りたら二度と俺の邪魔をするな。すぐ殺すっていう手は使わないね。刹那兄様、ウィリアムいいけど結構使いづらいというかね。刹那さん、どうして逃がしちゃったの。あれじゃすぐ立て直しちゃうと思うけど。その前に祠を取ればいい。それに邪魔をするならまた叩けばいいだけのことだ。あんなにいい子が王位を譲らないのはなぜ。あなたはその理由を知ってるんだよね。玉木が譲らない理由か。はあ、うん。刹那さんと玉木を見てるとどうしてかな、なんだか自分たちを見てるような気持ちになる。だからよかったら話してみない。刹那さんが本当にしたいことは何。俺は王位を取り戻したいだけだ。それを邪魔するなら家族であろうと戦う。参ったな。刹那さんはいい人だと思う。でもこのままじゃ一緒に戦い続けることは難しいな。あ、何、寝返るの。あー、クリアタイム遅かったか。なんか途中フラフラしてたもんね。そうだね、ちょっともう一人キャラ欲しいな。こうなると刹那、俳優様方には全て話したの。理由聞けそうだな。さあ、今はまだ早すぎる。時が来たらいずれ必ず。そうね。でも刹那、皆の信頼を得て絆を結ばなければあなたは。分かってろ、バウエ。あなたに教わった通りうまくやってみせるさ。これでなんか増えないかな、うん、デスマッチバトル。時空の狭間で発生するバトル。敵味方問わず一撃で命を落とすが。あ、何それ。え、一撃で死ぬの。私もん、ね、これゴロつきの隅。カードいらんな。次のミッションはどこですか。チームバトル。全ての敵を倒す時間が早いほどカード属性を持つヒーローカードを受けられる。ストーリーはな、一旦帰らないといけないのかな。戻りましょうか。じゃあいろいろあるんだよね、これ。まだ、いえ、すごいものって言ったよね。今全然すごくないんですけど、とりあえず帰りましょう。何かがあると思うんだよな。何もないかな。あ、2人いる。スロットって難しいですね。私なかなか揃えられなくて。やっていいの。リオさん、一回当たりを出してくれませんか。そんなスロットの話を急にしだしたな。この走ってるモブ気になるね。3人ここにいるのか、誰がお風呂にいるか。あ、なるほど。ミレニアさん、あのゲームやってみ、ああ、ちょっと前も見た、これ前も見た、同じの見た気がする。どうすれば。もう一回見ちゃったね。参ったな。
人増えないと多分同じのが出てきちゃいそうな感あるね。あ、ウィリアムさん。早く消えて、仮面のない姿を見られるのも、この声で喋るのも耐えられない。追い出す、いやでしょうね。追い出されないキャラがいるのであればそいつを逆に教えてほしい。で、結局のところ私が使うキャラクターはとりあえずアーナスでいこうかなと思いますね。すべての邪妖は私が滅ぼす。ミレニアとか結構使いづらいからメンバーから外すのもありですね。まあ行くか。それなんか進展なかったよね。ここにいるんだよね。どう話してみる。おおおいおい、特にいないな。どうなさいますか。達成済み。リオのやつだけ報告しましょう。あなたすごく輝いてたわ。応援してるうちにみんな元気が出たみたい。俺にこれ受け取ってね。よし、来たー。カード B か。いいね B。 でもあなたのカードですよね。あ、これいけ、5分以内にクリアっていうのが難しそうだな。まあ一応受けとくか。受けましょう。簡単そうなんなら受けるけど、あ、これミレニアのやつ簡単だな。1バトル中に1000人なら、まあそれは無双ならいけるだろう。そう。ウィリアムはチームバトル5回以上クリアか。あ、これいけるな。リオ、リオ簡単だね。777スロットか、ね、スロットの数字だね。そこもやっぱ合わせてくるんだね。とりあえずじゃあワールドカップ行ってみるか。デスマッチバトルじゃないよね。全体地図、今何すべきか分かんない。あ、デスマッチバトル人集めんのかな今。そんな気がするんだよね。なんかある、そういうっぽいの。なんかこれ行ってみるか。じゃあモンスターの巣行ってみようかな。経験値得られるから。その前にだけど、これですね。いや、どうしような。誰仲間にしよう。増やすとしたら、プラフタ行ってみるか。じゃあ次回ちょっとプラフタ回収に行きたいと思います。ではでは。